皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。映画を短縮して紹介するファスト映画というのが問題になっているんですけれども、ただですね、やっぱりこれ何が問題かっていうと、やっぱり根本的に映画業界の時代錯誤な方が問題なんじゃないかと思います。詳しく解説をしていきたいと思います。このファスト映画というのはそもそもどんなものなのかというとですね、映画の映像とか静止画を無断で使用して10分程度で内容を紹介する動画というのが、YouTube とかにですね、溢れ返っているというんですね。で、ただこれ、すごい冷静に考えるとですよ、消費者側、見る側からすると、いちいち映画なんて、流行ってる映画とかなんて全部見てらんないじゃないですか。で、どうしても見たい映画だったら、見るでしょうけど、なんか気になってるけど、やっぱりなんかこうね、で外したくないし、2時間も見て無駄にしたくないし、なんか1900円とかも払ってなんかつまんなかったら嫌だしみたいなのがあるわけじゃないですか。あとはね、ネットで例えばサブスクとかでタダで見れたと、ただというかね、定額で見れたとしても、いやー2時間も使うのかみたいなこととかあって、いや、とりあえず誰かと話し合わせるために、内容だけざっくり知りたいよねっていうニーズは絶対あるわけじゃないですか。で、もちろんその内容をね、どんな映画なのかっていうのを文章で解説したサイトとかもあるのかもしれませんけれども、やっぱりそこに映像がついてた方がわかるじゃないですか。だからその利用者側からすると、確かにその著作権侵害の問題とかっていうのは多いけれども、こういうのって絶対ニーズがあるよねっていうことだと思うんですね。で、私はその写真を撮ったり映像を撮ったりする側なので、その自分が撮った映像とか作品とかを勝手に切り売りしてそれで儲けられたら確かにそれは嫌だっていう問題はあるんですけれども、とはいえこういうニーズがあるっていうことを無視し続ける映画業界っていうのがそもそも大問題なんじゃないかなというふうに思います。で、何が問題なのかというと、そもそも映画はですね、時間コスパが悪すぎるんですね。もちろん私も、それなりに映画は好きで、大好きではないんですけれども、それなりに映画は好きで、やっぱりその1時間半だから意味があるとか、2時間だから意味があるっていうことはわかるんですけれども、とはいえこれだけいっぱいいろんなコンテンツがある中で、例えば「エヴァンゲリオン見た」とか言われて、いや見てないんだけどっていうよりは、いやだけどじゃあそのね、なんかエヴァンゲリオンも最初から全部いろんな映画を全部見るかっつったら、そこまで見たいとは思わないし、そんなに時間もないし、みたいな時に10分程度でざっくり説明する動画があったら、めちゃくちゃね、それはニーズがあるわけじゃないですか。だから結局どうしても見たい人以外にとって映画っていうのはやっぱり時間コスパが悪すぎるんですよね。だから結果的に短縮版が横行してしまうっていうのがあって、そこをですね、無視し続けていても、じゃあ2時間の見ろって言われても見ねえよっていう話になっちゃうので、いや10分でもいいから見てもらって、そこから何か収益につながる可能性をもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思います。それから、これ2番目ですけれども、本当映画業界ってバカだなと思うのは、この短縮版ファスト映画による宣伝効果っていうのを全く無視してるんですよね。もちろんその短縮版によるストーリー紹介をされたら、もうこれ見たから映画見なくていいやって思う人もいるかもしれないですけど、むしろこの10分の短縮版見て、こんなに面白いんだったら、ちゃんと本編見ようって言って、見に行く人もいるわけじゃないですか。そういう宣伝効果っていうのを全く無視して、これはけしからんと、こういうのがどんどん見たら、もう出たら映画は全く見られなくなるっていうかっていうと、いや、そうではないと思うんですよね。いや、だからそのファスト映画による宣伝効果っていうのも多少なりともあるわけですから、そこをちゃんと評価しない映画業界って、本当に、なんていうか時代錯誤というか、消費者のニーズをまるで考えていないんじゃないかなというふうに思います。それからあとこれは根本的に日本映画の問題ですけれども、映画館の上映にこだわりすぎなんですよ。ネットで見れるんだったらネットで見るのに、映画館でしかやってないから、いやそれ面倒くさいよねっていう話になって、いやじゃあとりあえずなんかネットでね、さらっと分かるものがあればっていうことで見ちゃうわけじゃないですか。もしネットで、例えばアマゾンプライムにあるとか、ネットフリックスにあるとかだったら、それでバーッとね、例えば倍速で見るとか、飛ばしながら見るっていうこともできるんですけども、
結局映画館でしか上映してない、だけども流行りの映画で話題についていきたい、でも別につまらないかもしれないし、2時間も拘束されてたくないし、1900円も払いたくないって言った時に、ね、ダイジェストで紹介する動画があったら当然見ちゃうわけで、でもそれがもしちゃんとネットにもあるんだったら、ネットで見る人も増えると思うんですけど、まあ、映画館の上映にこだわりすぎだからこそ、ネットの短縮版に奪われてしまうという結果になってるんじゃないかなというふうに思います。じゃあこれどうしたらいいのかっていうことですけれども、まず一つには、その今流行りのですね、切り抜き動画的に、まあ、収益が著作権者に行くような仕組みになってればいいんじゃないかなっていうのがあって、例えばひろゆきさんから始まった切り抜き動画、結局ひろゆきさんが YouTube で出した動画を切り抜くと、全部その切り抜いた動画の著作権はひろゆきさんにあるので、収益は全部いくら再生されようがひろゆきさんに行くっていう仕組みがあるわけですよ。だからつまりそういう仕組みを使って、例えば勝手にファスト映画を使っても、その静止画とかね、映像を使った作った人に収益をいくような仕組みがあれば、別にお互いウィンウィンになるんじゃないかなというふうに思います。それから解決策の2番目ですけれども、短縮版を映画会社が自ら作った方がいいということで、これだけニーズがあるわけですよ。要は1時間半は長すぎる、2時間は長すぎる、10分で説明してくれっていうニーズはものすごくあるわけで、だったらそれ作ればいいわけですよね。で、昔と違って、まあ、その映像が、ね、デジタルで作られるようになって、いくらでも編集版を出せるわけじゃないですか。これ結構画期的なことで、まあ、私も映画作品1作作ってますけれども、かつてですね、その90分の、100分の映画を作ったんですけれども、30分の短縮版っていうのは無料でネットで出してるんですね。だからそういうのって作れるんですよ。自分のデータが手元にあるので、完成版のデータもあるけれども、10分、30分短縮版っていうのも作れるし、宣伝用にね、こう1分のものとか作れるんですけれども、だから映画会社も単なる宣伝動画だけじゃなくて、ネタバレありの10分短縮動画みたいなものを作って、それを YouTube に載せとけば、自ら収益の新たな、ね、柱、収益源になるし、で、そこをもとにこんなに面白いんだから本編も見てくださいって誘導すれば、結果的にプラスになるわけじゃないですか。だからそのファスト映画を駆逐するっていう前に、ファスト映画を映画会社自らが作ってしまえば、ね、もうきちっとした綺麗な映像で、その本家が作ってるっていうことで、逆にそこが収益源になったりするんじゃないかなというふうに思います。それから3番目は、ファスト映画を作ってる人と連携するということで、この人たちと敵対して、この人たちを駆除しようっていうことではなくて、ニーズがあるからこれだけ支持されていて、いっぱいアップされてるのであるから、そのね、そのそれこそひろゆきさんの切り抜き動画みたいに、お互いが協力して、その制作者とうまく連携して収益を分配し合うとか、ね、逆にいい、そういうファスト映画を作ってくれる方には、ね、きちっとした映像を提供する代わりに、きちっとそのね、例えば事前チェックを受けるとか、何かその結果的にいい宣伝になってる、ニーズに応えている人を駆除するんじゃなくて、その人と連携する道を模索した方が、お互いにとってプラスになる。お互いにとってというのは、その見る側にとってもやっぱり短縮版で見たいという人も絶対いるはずなので、90分なんて見てらんないけど、5分でわかる映画だったら見たいという人絶対いると思うので、そこをですね、もし自分たちで短縮版の動画を作れないのであれば、ファスト映画を作れるそういう能力のある人たちをうまく使えばいいんじゃないかなと思います。まあ、ということでですね、まあ、このファスト映画問題って、まあ、一番の問題は、まあ、その現状ではファスト映画を作った人だけが儲かってしまうっていうのが問題なので、その儲かった利益をちゃんと著作権者に行くような仕組みを作ればいいっていう問題と、あとはファスト映画というのは結果的に本編の宣伝にもなることがあるので、ファスト映画けしからんって言って、もう全く見ないか全部見るかっていう選択じゃなくて、10分で分かりますよ、30分で分かりますよ、5分で分かりますよっていうものも宣伝になるし収益になるっていうことを映画業界が無視するっていうのは全く時代錯誤でおかしいんじゃないかと思います。
まあ結局ね、やっぱりこれだけコンテンツが、映画がいっぱいある中で全部見切れないじゃないですか。だから絶対ね、5分でわかるとか、10分でわかるっていうのを映画会社なりが作ればいいんですよ。めちゃくちゃニーズあると思いますからね。それで結局グッズが売れたり、本編がね、売れたりすればいいわけで、何も別に100分とかね、2時間の完全版で収益を得るっていうモデルじゃなくて、5分でも収益が得る、10分でも収益が得るみたいな、あとは逆に言ったら、ね、映画館で上映してるのは2時間だけれども、ノーカット、例えば5時間版とかね、なんかテイク3版とかね、ちょっとボツにされたやつ版とかもあったっていいわけですよ。そういうの映画ファンとしては見たいわけじゃないですか。そういうふうにいい形でデータを利用して収益機会を増やしていくっていうことをしていかないと、映画というのはね、もうどん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 、もうコンテンツが溢れすぎてね、もうなんていうか、ね、お金にならないみたいな話とかね、もう見るのがかったるいからもう10分で見るのでいいや、みたいな話になってしまうんじゃないかなと思います。